承知した。じゃあそちらの手配が済むまで待ってるとするよ。はい、ありがとうございます。ナッツ来たわね。彼は世界の移り変わりを目の当たりにしているようなものだから、囚われない心を持っているのね。ユニオンとパレストラレも、もっと仲良くなれるかな。なれるさ、同じギルドなんだ。そうですね、今はわだかまりを捨てて力を合わせるべき時ですから、きっと仲良しになれます。のじゃ、いがみ合った後にこそお互いを深く知ることができて、うちらが海の上の架け橋になるのじゃ。そうだね。あとは天然殿下ね。フレンたちのところに戻ってみましょう。進展。そうだな、一度戻ろう。世界にはいろんな町があるんですね。そっか、エステルはお城の中しか知らなかったんだもんね。でもやっぱりテートが一番だな。私も開放感があるテートの空気が好きです。僕、ダングレストのあの適度なジトジト感が好き。あんなムシムシした街よりアスピオの方が涼しくて過ごしやすいわ。それってやっぱり自分の住み慣れたところが一番ってことよね。住めば都の花が咲くってやつだね。確かに船の上も良いが、トリムコーも大好きなのじゃ。おさんはダングレストンジの方が好き。女湯のぞき放題だ。そうそう、男湯と女湯の間の壁の亀裂がこう指でカリカリって近っ。年老いた体の癒しにはちな。そうそう、よく分かってらっしゃる。やっぱりまだドンを失った影響があるんですね。まだなんか怪しい雰囲気が微妙に漂っておるのじゃ。まあそりゃな。けどうまくやってそうじゃない。そうなんです。ああ素直じゃないけどな。ああいう奴らの関係はあれぐらいがちょうどいいのさ。そうそう、舐められてもダメ、いがみ合ってもダメ、牽制しつつ助け合い、つかず離れず、いい感じじゃない。ただ仲良くじゃダメな関係、男の人って難しいんですね。男心は複雑なのじゃ。男だけじゃねえと思うけど。
パレストラーレの連中タフね。はい、闘技場も変わらずに運営しているようですし。レディウスの力が大きくてもそれに頼りきってなかったってところがユニオンとの差なのかもな。暮らしてる町の連中も相変わらずベリウスの築いてきたものなのね。生きるために頑張ってる、それがこの町のパレストラーレの在り方なのかもですね。世界が変わってもこの町は大丈夫そうだな。ですね。すげえな、もうこんなに。短期間で街が、信じられません。どうやら魔法じゃないみたいよ。ほれ、貫徹で燃え尽きって感じ。騎士団も頑張って戦ったようね。みんなで力を合わせたらこんなことさえできちゃうんだ。人はいざという時、釣り糸を引くシイラのごとくすごい力を発揮するのじゃ。ああ、確かにこの状況を見たら人の力って侮れねえと思うな。どうして？正直脱帽だ。ユーリ、どうだい、そっちの方は。ああ、
話つけてきた。人がついたら迎え、伝えてある。わかった。殿下にも連絡がついたよ。来ていただける。こちらに向かわれている。まあのんびり。バウルにお願いして連れてくるわ。ハリーもナッツもね。いいのか。バウル怒るんじゃないか。いつも争うんでしょ。バウルも分かってくれるわ。そうしてもらえると助かる。もう時間は残されてない。ついに世界の首脳陣が集まるのですね。あとは分かってもらえるかどうかだね。とこし合って、それだ、殴り。みんないろんなことを乗り越えてきた人たちです。大丈夫、きっと分かってくれます。ああ。星ハミ、デューク。世界中のコアを精霊に変える。途方もない話ですね。信じがたいだろうがな。これが今、ぶつかってる現実だ。ブラスティアがこの世からなくなる。結界もなくなる。でなきゃデュークか星ハミにやられて一巻の終わり。選択の余地はないが、果たして受け入れられるか。誰も破滅の未来を望んでいないと思います。辛くても生きていれば前に進めます。うん、だから僕たちはやるんだ。人々の混乱を防ぎ、明日へ導くのは帝国の務め。今こそ人々のための知性を敷く時なのですね。我々も忙しくなりますね。人々の生活基盤を整えてブラスティアに代わる三月、燃えるわね。結界なしで魔物の方法も考えなければ。傭兵ギルドや曲がりの剣だけじゃまかなえねえしな。騎士団の再編をギルドと会うというのはどうでしょう。広い試みだけど、すんなりいくかしら。最後まで立ち会わないのか。ああいうのは俺らの仕事じゃねえだろ。そうそう、お偉いさんが。彼らが思うよりも人々は今の世離れられないと思うけれど。彼らはそれを整えると。私たちの星ハミをぶっ潰してデュークのやめること。うむ、あ、うちらの。そうか。すまねえな、面倒なことは全部お前らに回しちまって。
ちのセリフだ。いつも一番心を君たちに任せ、すまない。さあ僕らも頑張らなくちゃ。世界中のコアにアクセスする方法が。それなんですけど、アレクセイやバルボスの残したブラスティア間のネットワークをこう、それ僕のおしぶ、うわちょっとねえ、勝手に見る。あ、私も行ってきます。ちょっと、変わらずブレイブベスト空のリアだよ。隅がつながったようね。ええ、あの子がああなったらきっと答えを見つけてくれるわ。だな、期待して待ってようぜ。
ちょっと、ああここじゃなんだから。もういいのかい？改まってどうしたんだ？このまま行くのか？はん？ここに生徒たちが集まってる。今こそ君の功績を称えられる時だ。だその話か。僕の功績の半分、いやそれ以上が本当は君の。いいか、誰がやったかなんてどうでも。よくないさ。なぜ自分だけそんな選択をする？どうして辛い部分を全部背負い込もうとする？僕には背負えないからか。お前は俺が背負えない、背負ってくれてんじゃ。俺が好き勝手やれてる彼のおかげか。けど追いつで来いよ、ユーリ。お前が口で俺に勝てるわけねえだろ。お前が俺に勝てるのはこいつだろ。思いは全て。いいぜ。よっと。腕を上げたのは君だろ。お互い無駄にされてきたないか。でも合わせるのはもう何年ぶりだろう。闘技場でも戦っただろう。忘れ、ちまっ違うよ。ここまでいろいろあったからね。それにあの時と今は何か違うんだ。奇遇だな。なんかあの時と違う。なんだろう。いいだろう。俺は全力でお前にぶつかってく。もう全力で君を倒す。出るもんなら倒してみろ。聖なる槍よ、敵を貫け。ホーリーランス。獅子閃光風神ロハ。風神剣魔神連合風神の僕としたことが飛ばしていき風神の交渉よ。まだおしまいにしようぜ。これくらいおしまいにする。はあ、交流ね。そろそろ行かせてもらう。聞かねえなった。こっちの前にするよ。瞬撃！こら！
技を交渉しろ。効果全滅。はい、効かねえなった効かねえなった天使ハーク余裕待ち効かねえなったグレインガンダム天使ハークアセリレンガンダム待ってほら、やっとやっと僕としたことがやっと僕とし飛ばした僕としたことがおいがきれい僕としたことが焼き尽くすケロメがうんねんかさんまじかシシセンコいきますほうがついてキックスキャンプシアマンコンタコかわいいなといきますかやるようになったね。守護法だ。バテレンガロン。効かねえなった。やばい。大発射。僕としたことが。かわいい。カパスワイドローラーしたことがすごい僕としたことがローラーシューフレンクシューレンクよっと飛ばしてはい、ねえ。
剣でも負けた。ざまあ見ろ。腕を上げたな、ユリ。前もな。昔のままのお前だったら楽勝だったはずなんだがな。昔剣に誓ったっけ、人の笑顔の戦うのだと。ああ、歩む道が違っても、背負うものが違っても、賛辞を受けて罵られても、どもそれは変わらない。そうだね、俺たちは互いに手の届かだくは。いけるわ。精霊たちとコアを直結して霊気させるの。その力をして明星1号にし、僕が見つけた。この装置と各アスティアを同期させてシルト。リタ姉の話がタコの足よりも難解すぎてカロルが理解しとらんのじゃ。今のパティ分かった。要するにコアを精霊だからそう言ってる。さすがです、リタ。問題は時間がないことね。コアのネットワーク作るのと収束する用意は同時にやらないと。ワークの構築は僕がします。アスピオからの学者たちだけじゃ護衛が必要だろう。もう星ハミもいぜ、シダがやりましょう。命に代えても守り抜きます。足りない弁護する。技術者だっていないわけじゃないし、なんとかなりそうだね。肝心の明星1号はの？それはまだよ。こうなる部品が揃ってないの。必要な計算は済ませてあるから、あとはそれに適部品を見つける。今ならここには人も資材も。いい案ね。ネットワーク構築の前哨戦ってとこかし。確かにそれができれば早いかも。決まりね。人を集めるから詳しい説明をしてちょうだい。星はみに挑む武器をみんなでて、この町を作ったようにじゃな。そう考えると不思議な。あとは精霊の力が確実に星はみに行くようにできる明星1号を起動させるだけよ。つまりあそこだ。たリュークの根城か。戦うことになるんでしょうか。どう、けどタルカドンをぶっ放さずにもいかない。避けて通れないんだね、あそこに。そういうこと。私は明星1号の修理に取り掛かるわね。頼むぜ。できれば明日には出発したいからな。
何してるんだい、パティ。ああ、ユーリを探しているのじゃ。みなか…町の中にはいると思うけど、寝ているんじゃないのかい？おまま、うちの目から隠れを押せるとは、さすがユーリなのじゃ。フレンこそ、何してるのじゃ？僕は見回りだよ。この町には結界がないから、しっかり警備しないとね。どうしたんだい？フレンは隊長じゃろ？なのに自分で見回る？騎士って、何なの？
か？騎士の務めと階級は関係ないよ。騎士がどういうものかは難しいの。僕にとっては市民を守るための存在だけど、そうは思わない。それならもう随分良くなったのと違うか？ずいされたよ。なかなか信じてくれない人もいるけどね。人の噂というのは厄介なものだからの。やれやれ、フレンは若いのに悩みが多そうじゃな。確かに悩みは尽きない。でも覚悟は決めたよ。覚悟？僕はずっと善悪の明確な境目を探していたんだ。法律がと知って以来ね。でも今回の一連の事件でそんなものはないんだってようやく分かった。結局そういう覚悟を決めたのさ。パーティー？えらいのじゃ。でもダメなのじゃ。昔アイフリード聞いてた頃、ボスはうちだったけど、皆の支えがあればこそじゃった。記憶が戻った時も、どうなってたかんけど、ユーリたちがそばにいてくれた。おかげで、今もこうして元気にやっとるのじゃ。パーティー。一人で悩むないのじゃ。ユーリもいるし、うちもいる。みんなのことはみんなで考えればいいのじゃ。みんなのことはみんなで。そうか、そうだね。パティ、ありがとう。君は時々ひどく大人びてるように見えることがあるね。うん、フレンもうちの魅力に酔いしれるがよいぞ。悩んで、それで頑張りがいがありそうだ。まずはあの星神からだな。実現させようと思って動けば、その覚悟が周りを動かすのじゃ。そして現実になるのじゃ。世の中はそうやってできておるのじゃ。夜更かしはお肌のじゃ。寝る。ユーリはいいのかい？うちは若い。機会はいくらでもあるのじゃ。おやすみなのじゃ。ああ、おやすみ。
一人で悩むな、ガン。眠れないのかしら？あんたこそ。バウルと話し込んでたら遅くなったの。私だって修理が万全か確認してただけよ。何よ。いいえ、別に。あんたのそういうとこムカつくわ。おかしいわ。たいはないのだけど。ねえ、あんたこの後どうするの？もし作戦が成功したら、ブラスティアは全部使えなくなる。ヘルメス式もね。そうなるわね。あんた、やることなくなっちゃうじゃない。そうね、それしかなかったのよね。バウルだけが友、ヘルメス式を壊すことだけが目的ことじゃなかったけど、でもでも、あなたたちと旅してたらどうでもよくなったみたい。何それ、いい加減。あなたはどうするの？ブラスティア研究が別に研究するもの。それにそのブラス、私さ、家族とかっていないからよくわかっ。言わない。誰？あんた、みんなと旅をして。そうね、今見たくなるなんて想像もしなかった。私もよ。全てが終わったらバウルといろんなところ。いいじゃないね、あの子まだまだ世の中。あら、それじゃ、そのためにもまず。当然。ええ、絶対。ね。よっ、よっと。おい、ご苦労さん。悪いね。明日決戦だってのに働かせて。うん、僕だってギルドの人間だもん。何かしな。ねえレブン、誰かのためげられることがあるって。ほか。うん、僕ずっとしてあげられることじゃなくて、やってみせたいことばかりやろうとしてたから、夢だと思ってたんだけど。ギルドを作りたい夢、それをって。男の子らしくていいじゃないの。でもそれって、だってほら、一人じゃできないことっていっぱいあるよね。まあそうね。僕一人でできなきゃかっこ悪い。それって人のた。なるほど。みんなと旅してて思ったんだ。だったらその方がいいな。だね、カロル君。お前さん、この今のお前さん十分。デイブンだってかっこいいよ。あらら、言ってくれるね。俺が？俺様の夢はそれはあれだ、大金持ちに。今はそうね、また夢を持てるようになるのが夢かね。なんか難しそうな夢だね。
そりゃどう思う。そういえば心臓、ああそれが不思議と楽なのよ。多少の無理をしてもなんともない。精霊の影響かもね。だとしたら今度の作戦悪いこと。僕みんなと会えてよかったよ。俺もお前さんたちと会えてよかったと思うよ、星網。オートマさん、さあそろそろ寝ないと本当に明日に触るわ。年、うん、おや、えい、おやすみ。夢か。なくその、いよいよですね。ああそう思うと有利でもとあるんですね。人を鉄でできてるみたいに言うなって。隣座ってもいいです？ありがとう。